その北海道のスターティングファイブということになります。こちらは昨日と変わらないメンバーです。昨日今シーズン初出場でした。日は優しくて力持ち、チリちゃん川田チリジ、はい、広島としてはしっかりファウルなしで守っていきたいですね、はい、ここはウェルシュに通った、ウェルシュに通ったが渡辺龍とドウェイン・エヴァンスダブルチームで守って、その分外が空いていた、スリーポイント松下決めていきました。中村選手のペイントタッチからのフィニッシュは脅威ですね。ならその後はライアン・クリーナーのスリーポイント、お互いにオフェンスのペースが上がっている中でお返しのスリーポイント、ブラックシアージュニア、サイズの大きさの中でさあ、あとウェルシュ入ってきた、いやここはディフェンスのミスコミュニケーション、ディフェンスそこからのどういう形でリバウンドを取ってファーストブレイクにつなげたいか、はい、そういったところも強調したいんだと思います、ね、はい、打ち切ってタッチを取って後半なるほど確率を上げてくると思います。ニックメイヨロスに行きました、ね、ジャンパーというところを決めてきましたね、はい、クリーナーから森ザネ追いかける三谷のディフェンス、森ザネスリーポイント、いやここはペイントエリアでエヴァンスと関野がやり合っています、まあ、いわゆるペイントリという形で簡単にエヴァンスにボールを持たせないという関野のディフェンスの中、中村拓人、これが勝利を呼び込む拓人でスリーポイント、ラモスは2本目のスリーポイント成功。一方の広島、先ほどは中村拓人が引っ張ったが、いやこのステップです、そうですね、この独特なステップ、中村拓人右のウイングの位置、ニック名誉、ここでエヴァンスが出てくる、ニック名誉のスクリーン、そしてニック名誉ダイブ、エヴァンスもアタック、ファウルをもらってヘッドラン、日本代表から帰ってくる山崎亮、さらにチームを支えるシックスマン、ブラックシアのシュートが決まりました。はい、山崎早い攻めはブラックシアエンドワン、ファストブレイクで決めていきました。広島ドラゴンフライズ持っていく、目の前の渡辺龍ズレができた、クリーナーのスリー来ました、広島取りました、渡辺攻めるか、ゲームクロック内2秒、1秒、ステップバックスリー、第3クォーターブザービーター、いや本当この前のですね、まずオフェンスリバウンドから始まって最後ですね、ここからのディープスリー、はい、エヴァンス4秒3秒、ここでスリーポイント、うわこれが決まった、エヴァンス内藤のスリー、これが落ちてブザーが鳴りました、ゲーム終了です。87対74、広島この B1 リーグ再開で